はい、ハルです。今回もですね、リメイクシリーズですね。今回はね、スケブとかノートとかじゃなくて、もうね、色鉛筆のケースに書いてしまいました。ごめんなさい。もうね、書きたいっていう衝動が抑えられなかったですね。はい、ということで、まずはね、ジェッソを塗ってから上から塗っていこうと思います。まあ、過去のね、動画では基本的にはスケッチブックの表紙をリメイクしてみただったんですけど、まああとはね、スイッチとかも一回やってますね。任天堂スイッチのリメイクとか、プレイステーション4もやったりします。でも普通に最初は透明水彩色鉛筆で絵を、ごめんなさい、今編集中なんですけど、この動画撮ってる時の私がね、ずっとね、透明水彩色鉛筆って言ってるんですよ。これね、普通の色鉛筆なんですよ。だから気にしないでください。ごめんなさい。書こうかなって思ってたんですよ、本当に。で、まあ、このね、ケースを見た時に、あ、なんかすごい広いキャンバスやなって思ってしまって、書きやすそうってなったんで、まあもうこれはね、書くしかないかなって思ったので、ちょっとごめんなさい、書かせていただきます。よろしくお願いします。はい、使っていくのはアクリル絵の具ですね。で、まあここでね、突然の宣伝なんですけれども、インスタグラムやってますインスタグラムやってます。なんか今まではね、アカウントがあるだけみたいな感じで結構化石化してたインスタだったんですけど、まあ最近はね、作品をただ見たいですっていう方も多かったので、ただ単に作品だけを見せる YouTube 動画、需要あるかなっていう風に感じたので、インスタグラムの方でね、作品をガンガン載せていこうと思います。で、あとはね、おすすめの画材とかの紹介してくださいって言われるんですけど、まあ YouTube でもね、散々紹介はめちゃめちゃしてきているんですけれども、まあその紹介動画をまとめたものみたいなことをね、インスタグラムでやってるので、概要欄の方にインスタ貼っておくので、マジでフォローしてください。待ってますっていう感じで書いていこうと思います。てかね、もうインスタってよくわからんのよね。インスタとか TikTok とかねなんか頑張ってノリとか流行りについていこうとしているけども、よくわからんみたいな感じになって、結局手つかずにね、なったりもしてるので、マジでインスタグラムはこれから本気でめちゃめちゃ投稿していこうと思います。今はね、鬼滅の刃シリーズを投稿しているので見ててください。ちょっと前までね、2年前ぐらいかな、オリジナルの鬼滅の刃柱集っていう絵を描いてて、懐かしいな。今の動画見てくださってる人で、この動画たち覚えてくださっている方いるのかなって思うんですけど、なんかね、リクエストに来てた酒柱とか狐柱とか氷柱とかねやってましたね。懐かしい。これがね、結構反響良くてね、すごい嬉しかったんですよね。当時登録者数、いや2年前なんで5万人とかだったかな。5万人も行ってないかもしれない。まあそれぐらいの時にね、よく書いてて、やっぱね、すごい楽しかったので、再生リストをね、概要欄貼っておくので、まあ何でも許せるよっていう方だけ見ててください。懐かしいね。鬼滅の刃ブームすごいもんね、今ね。今っていうか、まあ昔からですけど、懐かしい。はい、そんな感じで、全然話がそれてたんですけれども、もうすぐ完成ですね。今回はね、結構渋い感じにしたかったので、色もね、可愛らしいっていうよりは、背景もね、ちょっと暗めというか、まあ、アンティークな感じに仕上げたいなっていう思いでね、描きましたね。まあ、最初はね、ポップな食べ物にしようかなとか思ってたんですけど、ファーバーカステルさんのやっぱ水彩色鉛筆って結構高級なね、イメージがあるので、まあシックな感じで落ち着いた系のね、イラストにしようかなということで、はい、完成ですね。まあ、最後にハイライトを入れて終わりです。ということで、ここまでありがとうございました。もう今回はね、まさかの画材のね、上から描いちゃうっていうね、もう自分でもなんかびっくりしてたんですけど、まあでもね、思い切ってね、描いて、まあ私的には良かったんじゃないかなっていうふうに思いますね。もうこれからたくさんね、この水彩色鉛筆ちゃんたち使ってあげようと思います。皆様もね、よかったらリメイク気分がね、すっきりするので、新しくなるので、試してみてください。じゃあ、一緒に画力を上げていくために頑張っていきましょうね。じゃあ、バイバイー。